こんにちはビジです今回は15大財閥がどのようにでかくなってきたのかそのルーツについて解説していきます<ー>今日の要点はこちらです三菱財閥住友財閥 三井財閥そして安田財閥の4つについて今日は解説していきます先に要点だけ話しておくと三菱財閥は海運業を起点として事業を多角化していきました大正以降は重化学工業の路線に進んでいます2つ目が住友財閥大阪の豪商である泉屋が前身となっております銅山の経営によって巨万の富を得ているそして3つ目三井財閥ですビジネスマンの三井貴利によって創設されております 井上香織の恩朝によって三井銀行や三井物産を創業した財閥ですそして4つ目が安田財閥です銀行家の安田善次郎が創設した財閥になっています安田財閥は金融業を中心として拡大していった財閥です第2次世界大戦後 GHQ により財閥解体を受けた10大財閥に5つの財閥を加えこれらを15大財閥と言います現代企業の多くは いずれかのグループに所属していることが多く彼らのルーツを紐解く上で財閥の存在が非常に重要になってきます今回の動画では15大財閥のルーツやどのように大きくなってきたかについて財閥解体以前までままでととめていいいきたいと思います三菱財閥は今の高知県である土佐藩の出身の岩崎弥太郎によって創設され 海運業を起点として事業を多角化していったことで有名です創業者の岩崎弥太郎が始めた海運業で明治7年の台湾出兵を機に三菱は急成長します明治10年には西南戦争で軍事輸送を一気に引き受けたことにより政商としての地位を確立するんですまた三菱は海運事業を行う中で似合わせ金融というものを行っていました似合わせ金融というのは 顧客が荷物をを担保に融資を受けられるというもので海運業における顧客サービスの一環でした1880年には金融業を開始して今の三菱 UFJ 銀行の元となる三菱為替店を設立しています1885年に八太郎が亡くなると弟の彌之助は海運業から手を引いて海運以外の事業へとどんどん多角化を進めていくんです 明治時代初期の船舶燃料が石炭だったということもあって1881年に今の三菱マテリアル三菱ケミカルホールディングスの元となった高島鉱山の買収も行っていますまた江戸幕府によって設置された長崎造船所は1884年に三菱に貸し出され1887年に 三菱へと払いい下げられているんですそれまでは船舶の修理が中心だった長崎造船所に積極的に投資を行って世界水準の造船所へと成長させたのも八太郎でした1893年矢之助は三菱の事業を会社形式に整えて三菱合資会社に就役し久屋に社長を譲ります1916年に岩崎小彌太が就任します彼が 三菱合資会社の各部門を事業会社にしていったんです4代目の小谷田が三菱合資会社における造船部を分離して三菱造船を設立します1918年には営業部をまた分離して三菱商事を設立します1919年にはさらに三菱銀行を設立しているんです怒涛の勢いですよね三菱グループの中でも社名に 三菱がつかない企業としては東京海上日動火災保険やカメラのニコンがあります1881年に渋沢栄一によって創設された東京海上火災に対して岩崎八太郎は出資しているんです海運業と密接な関係のある保険業に弥太郎は出資していて弥太郎が筆頭株主になったことで東京海上火災は三菱色の強い企業となっているんです。また 第一次世界大戦中にドイツからの工学機の輸入が途絶えたと三菱造船所が潜水艦を作っていたんですそこで潜水艦の潜望鏡を三菱グループで開発するためにニコンが創業されたんですそしてなんとキリンホールディングスも三菱グループであるので三菱グループの飲み会ではキリンのビールしか飲まないということも言われてたりします住友財閥は別紙銅山の経営や両替商により 関西を中心に大きくなっています住友家の始まりは泉屋を名乗る曽我利右門という銅の商人と言われているんです彼は欧米人のハックスイから南蛮吹きという粗い銅から金銀と銅をえり分ける技術を教わったことで巨額の富を手にしたそうです2代目の友持が京都から大阪に本拠地を移し 住友は銅の清廉と銅の貿易商を行うようになります3代目の友信の代で銅山の経営を行って両替商も始めますそして4代目で愛媛県に別紙銅山を発見して開港します別紙銅山は国内最大規模の賛同額を誇り住友の発展に大きく寄与しましたしかし明治維新の時期には住友は大きな危機を迎えるんですというのも1868年に 明治政府の官軍により別紙銅山をなんと差し押さえられてしまう当時別紙銅山の総支配人だった広瀬彩平が別紙銅山は住友家がずっと管理してきたことを粘り強く説得します岩倉朋美などの要人にも働きかけた結果差し押さえの解除に成功したそうですその後広瀬は別紙銅山の経営を効率化することや外国人技師を招いて新技術を導入することにより 別紙道山の賛同額を大きく伸ばしますその後1895年には現在の三井住友銀行の元となる住友銀行を設立1897年には現在の住友金属工業の元となる住友新道場を開設します三井財閥は呉服屋を営んだ三井貴俊が巨万の富を築きその後は金融と貿易業を中心に発展していきました。 1673年三井貴俊が52歳の時に三井越後屋呉服店を江戸に開業しましたその際に貴俊が取った手法で有名なのが棚先売りと現金かけなしです。当時一流の呉服店では前もって得意先の注文を聞き後から商品を持参する「見せ物商い」と直接商品を得意先に持参して売る「屋敷売」り、 が一般的でした支払い日はお盆と年末の二節気払いまたは12月のみの獄付払いの掛け売りが監修だったそうです掛け売りが基本なので利子がついてしまって呉服の値段が無駄に高くなってたんですよそこで高利はその監修を取っ払っちゃって店頭販売と現金決済の導入によって商品の値下げをしてさらに資金の回転効率を上げたんですそそしてそこでで得た資金を元でに江戸 京都、大阪で両替商を始めたことで財を築いていったんですしかし江戸末期から明治初頭にかけて三井家の本業である呉服屋の業績がどんどん低迷していってしまいます1872年明治政府の財政を握っていた井上薫から三井は呉服業を分離して 銀行業に専念せよと命を受けますそこで今の三越伊勢丹にあたる越後屋呉服店を三井財閥から切り離して1876年に日本初の私立銀行今の三井住友銀行にあたる三井銀行を設立するんですちなみに井上薫は西郷隆盛に「三井の大番頭」と言われるほど三井と関係が深い人物だったんですそして同年三井物産が設立されるんです 三井銀行は江戸時代から続く自前の両替店を発展させたものであるのに対して三井物産は井上薫による事業譲渡から始まってるんです当時井上薫は政界を引退していて1873年に先週会社という商社を立ち上げていましたしかし1875年に政界に戻ることになってしまったので先週会社の業務を引き継ぐ三井物産ができたということなんです安田財閥は 富山出身の銀行家の安田善次郎により創業された財閥で金融を中心に組織を拡大していきました安田善次郎は富山県の下級藩士のもとに生まれて飯能藩士の家柄だったんです善次郎は武士身分でリッチになるのはもう不可能なんだと悟って1858年に江戸で玩具店両替商のもとで下働きを行いました1864年両替商と乾物屋を兼ねた 安田屋を創業し後に安田商店に改名していますその後市中の古金銀を回収する幕府の御用により巨額の資産を手に入れ明治になると打上観察の取引により大儲けしたことで金融業者としての地位を確立します1876年になると大蔵省からの勧めもあって第三国立銀行を設立します1880年には安田商店を今の水穂銀行にあたる安田銀行へと変更しました全治郎は この2つの銀行を主軸として経営不振に陥った地方銀行を取り込みさらには保険業界にまで手を広げていったんです1880年には生命保険会社今の明治安田生命保険にあたる共済500名社を設立し損害保険会社の今の損保ジャパンにあたる東京火災保険の筆頭株主として出資してるんですはい今日はここまでです 15大財閥のルーツのまとめでは4大財閥と呼ばれ別格扱いを受けている4財閥についてまとめてみました明日の後編では日産コンゼルなどその他11財閥のルーツについてまとめていきますのでぜひチェックお願いしますでは